ロシア軍の攻撃型ドローンが300機撃破された情報を入手したよ。結構壊されちゃってるんだね。ロシアにとって今回の有事は本当に大きな痛手になりそう。ロシアも300機撃墜となると、残りは少ないとも考えられるだろうしな。そうだね。さて今回はこの、ロシア軍ドローンと米最新鋭ドローンを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻では、当初は人員数、戦車数、航空機数、新開発の精密誘導ミサイルの保有など、ロシア軍とウクライナ軍との圧倒的な戦力差から、ロシア軍が数日でウクライナの首都キーウを陥落させて終戦となると見られていたよね。しかしいざ侵攻が始まると、雪解けでぬかるむウクライナの大地にロシア軍の装甲車両が動けなくなる事態が多発したほか、圧倒な戦力差に油断したとされる、ロシア軍のずさんな侵攻戦略と、緩慢な戦術行動によって侵攻は停滞し、ロシア軍は首都キーウ陥落を諦めてウクライナ東部に戦力を集中し、新ロシア派武装勢力が独立国家を立ち上げた、ドネツク州とルハンスク・ルガンスク州の確保注力しているものの戦線は膠着状態と伝えられているぜ。このウクライナの健闘には、地の利を生かしたウクライナ軍による巧みな防衛戦略と、ウクライナ人の国土を守るとの固い決意がロシア軍の予想を超えたことがあり、前回のクリミア侵攻のようにいかなかったとされている他に、ウクライナ軍が保有していた軍事用ドローンによる戦車や装甲車両、艦艇などへの攻撃と、企業や一般市民などから提供された民生用ドローンの監視偵察への活用が大きな理由として挙げられているんだ。ロシア軍ももちろん独自のドローンを開発して今回の侵攻に運用していて、攻撃用ドローンとしてザラエアログループが開発したいわゆる神風ドローンと呼ばれるクブラを投入しているよ。クブラは翼幅 1.2 メートルと小型で三角形のデルタ翼を持ち 3kg の爆薬を搭載でき、移動可能な発射装置から時速 130km で30分間の飛行が可能とされ、搭載されている AI 人工知能によって自律的に飛行するため地上からの誘導が不要で、あらかじめインプットされた標的を飛行中に発見すると直ちに攻撃を行い、標的を爆破することが可能な自律型ドローンであり、いわゆる徘徊型弾薬ともされるものなんだ。遠隔操縦型ドローンでは標的を察知してから、操縦者が攻撃の判断を下すまでに時間差があり、標的を逃がしてしまうことや逆に発見され撃墜されることがあるため、クブラのような自律型殺傷兵器のように敵を認識するや否や攻撃を仕掛けるドローンがより有効とする意見があるよ。また、発射した後はドローン任せになり、人員が止まって操縦する必要がないため、発射地点を感知されたとしても敵からの攻撃を受ける前に移動が可能となり、人員への被害を少なくできる点もメリットとなるんだ。しかしその一方で、国際 NGO や世界30カ国の政府や AI 技術者らが、これらの自律型殺傷兵器の開発と使用には反対しており、その理由は人間の判断を介さず標的を攻撃することが非倫理的非道徳的であるとして問題視しているんだって。自律型であろうが遠隔操縦型であろうが兵器に変わりはなく、すべての兵器の使用目的が物の破壊と人間の殺傷である以上は、自律型殺傷兵器を非倫理的非道徳的と論ずるのはおかしな話だと指摘する意見もあるよな。また、この問題には発射時に射手がすでに殺害を決意していた場合どうなるのかなど、全問答的問題に発展しかねないという指摘もあるぜ。またロシア軍では偵察監視用ドローンとしてオーラン銃を運用しているよ。オーラン銃は主翼と水平尾翼、垂直尾翼を持つ小さなセスナ機のような外観で、やはり移動可能は発射装置であらゆる場所から飛翔させることができ、翼幅約3メートルで重量約 14kg とされ、高度5000メートルまで上昇可能で航続距離 120km、航続時間18時間とされ、長時間の飛行が可能とされているよ。機種にはラジコン飛行機用のガソリン4サイクルエンジンが搭載されていて、これによって電気式モーターよりも長時間飛行が可能となったんだけど、この4サイクルエンジンが、日本の千葉県市川市にある斉藤製作所というラジコンメーカーの製品であることが、ウクライナ軍が露飼したオーラン銃を分解したことで判明したよ。斉藤製作所はラジコン飛行機マニアの間で知らない人はいないとされるほど有名で、海外でも斉藤の名で知れ渡っているよね。普通、ラジコン飛行機用エンジンは構造が簡単な2サイクルエンジンが多く、燃料には工業用アルコールが使われているんだけど、斉藤製作所のラジコン飛行機用エンジンは4サイクルエンジンで、ガソリンを燃料としているため、軍隊においても車両と燃料が共用できるためメリットが大きいんだ。そして、2サイクルエンジンの作動音は甲高くうるさいため、敵に接近した際に発見されやすいとの欠点があるんだけど、4サイクルエンジンは静音性に優れるため偵察用ドローンには適しているとされているよ。
斉藤製作所の創業者は太平洋戦争以前、ゼロ戦やハヤブサなどの傑作戦闘機のエンジンを開発製造していた。中島飛行機のエンジニアで、その技術を活かして開発されたラジコン飛行機用エンジンが、ロシア軍のドローンに使われていたというのは興味深い話だね。また、ウクライナ軍が解析したオーラン銃には一眼レフカメラが搭載されていたんだけど、それはテープで機体に止められていたことに驚くとともに、カメラが日本のキャノン製の10万円ほどの市販品だったことにも驚かされるよ。他にも燃料タンクの蓋がペットボトルの蓋を流用されているなど、ロシアのドローン開発先進技術を結集したとされていたオーラン銃が、日本で民生用に販売されているパーツやコンビニで手に入るパーツで作られていたのにはびっくりだね。ウクライナ軍は2022年5月初旬の時点で300機以上のロシア軍ドローンを撃墜したとして、SNS にドローンをボローにした墓地の画像を掲載するなどしていたんだけど、ロシア製ドローンの撃墜が300機まではないにせよ、相当数が落とされたことに違いないと見られているよ。一方のウクライナ軍は、トルコ製のバイラクタル TB2 や、ウクライナが開発した軍事ドローン PD1 でロシア軍の戦車や装甲車に弾薬庫などを多数破壊し、民生用ドローンを多数運用して監視偵察に活用している状況に加えて、アメリカのバイデン政権によってエアロバイロンメント製の攻撃用ドローンスイッチブレードの供与と、さらに新開発のフェニックスゴーストも供与されることになっているほか、イギリスも攻撃用ドローンを供与しているんだ。このようにウクライナ軍による軍事ドローンでの攻撃がロシア軍に大きなダメージを与え、ウクライナ侵攻に大きな足かせとなっていることを踏まえ、アメリカ国防総省では、イスラエルの軍事企業が開発した持ち運び可能な小型攻撃ドローンスパイクファイアーフライの導入を検討しているとして、アメリカのメディアが報道しているよ。スパイクファイアーフライは携帯時の大きさが長さ40センチメートルほどの円筒状で、重量も約2クグと軽量小型のためリュックなどにも入れられ、最前線でも簡単に飛ばすことができる代物なんだ。弾頭には 350g の弾薬が搭載可能で、小型カメラを搭載し、タブレットで簡単に操縦ができるため、アメリカ国防総省では歩兵携帯用の新たな兵器として期待しているものと見られているぜ。自衛隊もこのような対戦車攻撃ドローンを保有しろという意見もあるんだけど、翻って陸上自衛隊の対戦車ミサイル群を見るとそうとも言い切れないんだ。特に、中距離多目的誘導弾は極めて高性能なドローンであるという解釈もできる一品だからね。高機動車に発射塔と FCS システムの全てを搭載したこの装備品は、空輸可能、自走能力高と機動性に優れ、その上同時多目標誘導が可能で間接、直接射撃に対応、硬派誘導による対戦車、対戦艇攻撃から座標攻撃による対人、対人機攻撃も可能と、非常に使い勝手が良い装備品であるとされるよ。特に、前線の普通科部隊は目標指示機で敵戦車を指示すれば、事故の位置を暴露することなく敵戦車に12分な威力の誘導弾を叩き込むことができ、また目標指示機は無反動砲や対戦車誘導弾よりも軽量であることから、現場からの評価が非常に良いとも伝えられているみたい。この誘導弾はマルチ多式系対戦車誘導弾の技術を応用した日本版強化ジャベリンとも言うべき装備品であり、日本の実情に合った装備品であると言えるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、梅雨についてだよ。そういえば、全国でも梅雨入りしているところが出始めたな。そうだね。この梅雨という文字だけどなんで、梅という漢字が入っているか知っているかな？言われてみれば確かに、なんで入っているのかな？梅に雨と書いても梅雨っては読めないよね。それなんだけどね、この梅雨にはこの葉などの上の雨水を指す梅雨とかけているからなんだ。または、梅が完熟して潰れる梅雨という古い言い方の二通りの説が有力になっているんだ。そうなんだ。っていうか、ある意味そのまんまだね。それな。意味はわかったが、ちなみに梅雨入りはどこで決められているんだろうな。それは、各県で一週間の予報を出してそれぞれ決めているんだ。それなら梅雨明けは？めちゃくちゃは持ってるし、今日はやたら質問攻めだな。そりゃたまにはたくさん質問して真面目に勉強しないといけないかなって。まあそれはいいことだね。それで、梅雨明けの話だったね。梅雨明けの判断は梅雨前線がその地域を越えて北上したというのが一番の目安らしいよ。でも梅雨時の天気予報って結構外れやすいよな。まあこればっかりは仕方ないよ。梅雨前線は高気圧の2つの気団がぶつかり合って発生するんだ。そのせいで、北上したり、南下したりするから、晴れたり降ったり予測しにくい天気になるんだ。そうだったんだね。てっきり、いつも見ているニュースがダメなのかと思ったよ。それは違うから安心して。でも、梅雨時に晴れていても常に折りたたみ傘を携帯することをお勧めするよ。
それじゃ今日の動画は終わりだよ。